にちは。名古屋市内で待ち合わせ場所に現れた一人の男性。愛知県に住む橋本さん、33歳。過去の過ちから立ち直るため、ある場所へ向かうところでした。ちょっとストーカーの加害者を更生するプログラムを大阪の方でやってまして、でちょっとそれに向かおうかなと。橋本さんが犯した過ち、それは同僚へのストーカー行為。仕事仲間から一転、加害者となった経緯とは。まあ、本当に分かってるんだけど、こうなんか衝動というか、禁断症状的なものが、こう抑えられなくなっちゃって。ネットの普及により、コロナ禍でも高止まりが続くストーカー被害。 SNS で知り合った男性から執拗につきまとわれ、命の危険を感じるほどの被害を受けた女性も。なんか男と別れのコースみたいな感じで包丁で脅されたんですよね。だいたい見えないところを殴られる。さらに取材を続けていると、元加害者橋本さんに新たな事実が発覚。重大な事実を隠してたのが判明しまして、プライドなんか金繰り捨てろ、プライドなんかクソな役にも立たん。友人や恋人の関係からどのように感情は歪んでいくのか。加害者と被害者の双方が語るストーカーの闇。去年12月、大阪のとある施設。なぜストーカー思考になるんでしょう。絶対に彼女会いたいな、どんなやまっても絶対に会えば分かる言って店を打ち負かしてしまった状態がストーカー行為なんですよ。ストーカー行為について学ぶ男性たち、ある共通の過去を抱えていました。なんかあんまり女性経験なかったので、まあまあまあ30とか40とか既読がつくけど返事が来ないんで電話もしたりしたんですけど、結局警察からストーカーの口頭警告っていうのを受けて、一回付き合ってた女の子、まあ途中で別れたんですけど、まあ、その子にコンビニの前で待ってみたりとか、電話かけて待ち伏せみたいな感じでやったりとかしたっていうのがあって。実は彼らかつてストーカー行為をしたことがある元加害者。二度とストーカーをしないよう精神科医も立ち会い、自身の感情をコントロールする方法などを学んています。キーワードアクション、例えば私は今誰々に接触しなくても大丈夫、こういうのを習得させることによってこの衝動を止める、治療法というのが条件反射制御法の第一ステージである、ね、その輪の中に愛知県から訪れた男性がいました。橋本さん、33歳。30代の同僚女性にプライベートの悩みを相談したことが全ての始まりでした。もっといっぱい話したいことがあると、出社する人が聞いて、まあ、テレワークだったんで聞いて、まあ、こう会って、まあ、話もしたりとか、で、まあ、そうやってるうちに、まあ、自分の嫁さんこういう人だったらいいなって思っちゃったんですよ。コロナ禍でテレワークが多くなり会う機会は減ったものの、職場や SNS で悩みを聞いてもらっているうちに徐々に好意を寄せていった橋本さん。ところが時折相手からの返信が滞るとある行動に。だんだん我慢できなくなって、本当に返事が来ないから、何をしても記録つかないし、何をしても返事が返ってこないからってことで、まあまあ5通とか、まあ10通とか、まあ送ったっていうことがまああったと。この来ない返信が LINE 来ないから手段を変えてメール送っちゃってとか、あと社内チャットとかに、そういうのあるんで、その会社とかにその送っちゃって。返信が来なくなるたびに押し寄せる孤独感や不安。実はこの同僚女性の他にも過去に同様のストーカー行為をしたことがありました。これ以上いくと収拾つかなくなるというのがなんとなく経験的に分かってたんですよ。分かってたんだけど、まあ、本当に分かってるんだけど、こうなんか衝動というか禁断症状的なものがこう抑えられなくなっちゃって、
こうした必要な連絡に恐怖を感じた同僚女性は上司に報告。会社は警察に相談はせず、更生プログラムを受けるよう橋本さんに促しました。プログラムを受けるためほぼ毎週愛知と大阪を行き来している橋本さん、実は今何人暮らしなんですか？今3人で、妻と子供と3人で暮らしています。奥さんのリアクションとかどうでした？言ってしまえば違う女性に、はい、移動しちゃったというところに関しては、ちょっとかなりショックを受けてる。半年ほど通った更生プログラムも順調に進み終了間近。以来同僚女性とは一切接触していませんが、どこか不安げな様子も。でも正直不安は不安ですよね。多分同じ人にはやらないと思うんですけど、その違う人ですよね。本当に弱っちゃった時とかに助けてくれそうとか、なんか話が合いそうとか、そういう人がパッと現れた時に、ちょっと考えちゃうというか。簡単ではないストーカー加害者からの脱却。橋本さんもこの後その壁にぶち当たるのでした。ストーカーの相談件数は高止まりを続けています。警察庁によると去年は2万189件の相談が警察に寄せられたということです。特に新型コロナの影響で会話を交わす機会が減り、ネットや SNS を介してストーカー行為をするケースが増えているといいます。鬱憤が溜まってですね、相手に過度のメールなり電話なり、してしまって SNS で簡単にネットストーカーができちゃう時代なんですよ。その SNS がきっかけでストーカーの被害に遭い、命の危険にさらされたという女性と連絡を取ることができました。四国出身の40代の女性、ペットについて交流する SNS で40代の男性と出会ったのがきっかけでした。ペットのやり取りとかをするのに直接会ったりとかして、そこから知り合ったんですけど、でも一方的にすごい連絡は結構だんだん頻繁になってきて、男性は好意を寄せるようになり交際を申し出ましたが、女性には交際相手がいたため拒絶。すると男性の行動が一変していったといいます。嫌がらせをするんですよ。で、私の友達に連絡し、友達の仕事先も探して連絡したりとか、周りに男性嫌がらせするんで、結局は言うことを聞かないと周りに迷惑かかるんで。嫌がらせのため女性の仕事先や友人のもとにまで押しかけたという男。さらに連絡も日に日に増していき、ものすごい来てます。 LINE、 ショートメール、メール、電話、24時間関係なく来るんですよ。こちらは実際のメッセージのやり取り。返信をしていないのにもかかわらず立て続けにメッセージが。折り返しお電話ください。折り返しお電話ください。連絡を無視することで周囲に迷惑がかかることを懸念し、押しかけてくる男と渋々会うことにした女性。ある日男が衝撃の行動に。なんか男と別れが殺すみたいな感じで包丁で脅されたんですよね。でその時に結構殴られて、結構すごいですよ。で大体見えないところを殴られる。女性の顔や腕には痛々しいあざが。命の危険を感じた女性は警察に相談。男に接近禁止が命じられ、女性は逃げるように県外に引っ越しました。関わりたくない、見たくない、私は見たら過去記憶しますね。戻れるんだったらもっとそのまま戻りたいとかって思いますけど、いつもそれ思います。昨年末、私たちは急遽元加害者橋本さんの更生プログラムを行っている森谷さんの元へ向かいました。実はこの直前、どうしても伝えたい重大なことがあると連絡があったのです。一体何があったのか。失礼します。
訪ねてみると、中には更生プログラムを終えようとしていた元ストーカー加害者の橋本さんの姿が。重大な事実を隠してたのが判明しまして、本来ではありえない暴言を吐いて、で必要に電話もしてたということが判明したんで、橋本さんの会社に更生の進捗を報告しに行ったところ、同僚女性に対しより悪質なストーカー行為をしていたことが発覚したのです。実際はLINE なんかでも、もう俺の言うことが聞けないのかとか、俺と一緒になって地獄に落ちてくれと、重大なことを隠すっていうことは、これは本当に回復したことにならないんですよ。なぜ隠していたのか。黙って聞いていた橋本さんが話し始めました。隠してるなって思うのも、まあ仕方ないのかなとも思います。2回ストーカーやってるよね、同じようなタイプってのも聞いてます、だからタイプが同じような女性が現れたら、じゃあ3回目もやるんじゃないかっていう周りは見るわけですよ。事態を重く見た会社側も橋本さんの処分を検討しているといいます。書いてる LINE も結局、文章も結局人によってやっぱ解釈って差が出るし、言った言動も当然相手によって受け止め方が違うし、自分の中ではどうしようって悩むところもあるんですけど、まあ、何日かこういろいろ考えて、まあ、もう今ある現実を、まあ、受け止めるしかないのかなと。回復したいんでしょ。回復したい。回復したくなかったらやらんで、まあ、そうですね。プライドなんか金繰りせろ。プライドなんかクソな役にも立たん。5月、私たち取材スタッフは橋本さんの近況を聞くため名古屋市内で待ち合わせることに。ご無沙汰してます。すいません、ご無沙汰します。はい、仕事終わりだという橋本さん、実は年明けから、まあ、とにかく転職しようと、で4月から、まあ、新しい会社で今働いていて、家族や上司と相談した結果、勤めていた会社を退職しました。前の会社にも迷惑をかけたくないっていうのがあったんで、自分の人生とかキャリアとかに関しては外見では。卒業するはずだったストーカーの更生プログラムはまた振り出しから受け始めたといいます。まあ、結局無意識なちょっとした自分の行動が、それは実は相手を支配していたりだとか、そういうのはなんとなく分かるようになってきたので、まあ、そういうようなことは知ったこと、まあ戻れるならね、戻りたいですけどね